こんにちは。外資転職チャンネルのスティーブ・ポムです。今回の動画のテーマは、外資の二次面接、コツと対策を具体的な英語フレーズで解説したいと思います。外資の二次面接のポイントは、more detail and good fit。これらの重点確認です。このチャンネルは外資転職チャンネルです。外資の英語面接についてのノウハウ、外資でのスキルアップについての情報、こういったようなものを提供していますので、ぜひチャンネル登録をしてキャリアップにつなげてみてください。では、動画の内容です。外資の二次面接のポイントは、more detail and good fit。 これを重点確認します。一時面接をクリアしているということは、ハードスキルの要件は一応満たしていると思われます。彼らがやりたいことは、さらにそのハードスキルの信頼性と再現性の再確認です。そのために、追加の詳細情報を提供し、理解説得をする。これが求められています。それともう一つのポイント、ケ i ス t リーの神話性の確認です。グッドフィットではなくて、ベストマッチでなければいけません。 グッドフィットというのは単なるグッドガイでしかありません。ベストマッチ、すなわち一緒に働きたいと思わせなければいけません。グッドフィットではなくてベストマッチ、一緒に働きたいと思わせる、これが求められます。外資の二次面接の実際は決定権のあるシニアレベルの面接官が担当します。一次面接と同じ質問をもう一度繰り返します。対策は一次面接の質問とあなたが実際回答した内容を詳細にリスト化します。 そして新規のエピソードの掘り起こしをします。つまり詳細に思い出す作業がまず求められます。一時面接の回答で何を伝えたのか、何を伝えるべきだったのか、何を伝え忘れたのか、何を付け加えるべきなのか、これらの点に基づいてエピソードの掘り起こしを行います。面接官が知りたい、確認したいことはあなたのハードスキルの信頼性と再現性です。 ハードスキルの信頼性と再現性を説得するために何かを掘り当てる必要があります。エピソードを探し当てる。これがあなたに求められていることです。ここが肝です。エピソードの構成はスタープラス C のメソッドで行います。Situation, task, action, result, core value, 状況指名、行動結果、価値観。これらの要素を含めることが求められます。 そして面接官が集中しているのは行動と結果。ここの2点に面接官は集中しています。行動はどのような行動を選択したのかだけではなく、どのような選択肢まで考えたのか、これらを論理的な背景を含めて示します。そして result、結果、数字自体の大きい小さいに意味はありません。大きい数字は逆に再現性に疑念を持たれます。 そして一番重要なことが C、Core Value、価値観です。結果に至る行動と得られた結果から何を学んだのか、得られた結果としての数字以上の喜びは何であったのか、相手があなたを気に入るかどうか、一緒に働きたいと思うかどうか、すべては Core Value の C で決まります。他のキャンディデートを引き離せるのもこのポイントです。この点を意識して設計準備します。では、外資の二次面接の英語フレーズを紹介していきたいと思います。 まず、一時面接の回答内容を手短にまとめて追加情報を加えて説明し直します。前回の情報をコンパクトにまとめる。プラス、新規の情報を付け加えて説明し直す。この構成で準備をします。では、まず、手短にコンパクトにまとめる。To recap briefly。手短に要約すると。Let me just briefly go over with what I've mentioned last time. 前回ご説明したことを手短にお話しします。To sum up what I said before. 私が前に言ったことを要約すると、in brief, 要約すると、As I mentioned in our previous discussion, 前回お話ししましたように、次は新規の情報を追加するフレーズ。Regarding our previous discussion about my XX skills, let me just add to what I was saying before. 私の XX skill についてを前回お話ししたことにけ加えさせてください。There's something I should have said earlier. 前回お話しした方が良かったことがあります。 You asked previously about my XX skills, and while I did mention that my current job involves YY, I didn't mention that I also use ZZ.XX skill について前回ご質問されて、今の仕事では確かに YY も行っていることはお伝えいたしました。ですが、ZZ も行っているとはお伝えしていませんでした。Oh, and there's something I forgot to mention earlier.During my work at XX, あ、それと前回お話し忘れたことがあります。 XX での業務中では、I forgot to mention about 何々についてお話しし忘れました。次は、新規情報を追加して、プラス説得をするフレーズを含めます。I think my XX skills are strongly evidenced by my years of involvement in 何々。私の XX スキルは長年の何々に関わっていることからも強く証明されていると思います。My work in this project testifies to my ability to 何々。 何々の能力はこのプロジェクトでの私の実績からでもわかります。証明されています。This experience really embodies my approach to 何々。この経験は私の何々への取り組み方をはっきりと表しています。My active involvement in 何々 provides a great example of my commitment to 何々。何々への私の積極的な関与は、何々への私の仕事の関わりの端的な事例です。 次はベストマッチだと説得するフレーズです。実は対象会社の職場文化が私にとっての一番の魅力です。この work culture、それから target company は実際の内容をそこに入れます。私は〇〇のような人です。 今回のポジションの職場文化は私にとって本当に魅力的です。Because of my natural 何々 I think I would be a great fit for the style of target position. 私の自然な何々から今回のポジションの業務スタイルは私にぴったりだと思います。I feel a strong attraction to the way of doing things here. ここの会社での仕事のやり方には強い魅力を感じます。From everything I've learned about your operation here, I'm confident that my that 何々この部署について伺った全てのことから、私の〜何々スキルはチームと一緒に仕事ができると確信しています。The company mission statement really resonates with my core value. ミッションステートメントである〜何々は本当に私のコアバリューと共感します。次は、外資の二次面接の注意点です。一次面接が Web 面接や電話面接の場合、 今回が本当の一時面接になる可能性がありますので注意しましょう。その2、オファーが欲しい気持ちはすごくわかります。ですが採用後のキャリアも長いのでベストマッチかどうか必ず逆質問をしましょう。今回紹介したフレーズを使ってぜひキャリア,アップにつなげてみてください。Okay, thanks, bye!